1990年代に多くのテレビドラマや CM、バラエティなどに出演し、一躍人気女優となった中村あずささん。人気絶頂の中、惜しまれながらも芸能界を引退された中村さんの経歴と現在についてご紹介したいと思います。プロフィール。本名、吉塚あずさ。生年月日、1966年9月5日。出身地、神奈川県。血液型、O 型。身長、167センチ。中村あずささんは、神奈川県足柄上郡松田町出身で、神奈川県立小田原城内高等学校を卒業後、東京工芸大学女子短期大学部秘書科を卒業。その後、日本海事協会主催のミス・マルレーナと、靴メーカーマドラス主催のコンテスト、ミス・マドラスに選ばれたのをきっかけに芸能界デビューをしています。端正な顔立ちと圧倒的なスタイルで、当時はお嫁さんにしたいランキングで常にランクインしていました。また、秘書科卒業ということでインテリなイメージもあり、そのスペックに虜にされた男性も多かったのも理解できますね。中村あずささんのドラマ出演作品は？中村あずささんはどのような作品に出演していたのでしょうか？出演ドラマや CM を振り返ってみたいと思います。中村あずささんの芸能界デビューは1987年で、それから多くの映画やドラマ、バラエティ番組などに出演されていました。その中からいくつかを紹介したいと思います。1. 危ないデカ。中村あずささんを代表する作品といえばこちら。デビュー作となった1986年から1987年にかけて放送されたこの作品の第45話に出演されています。知らない人はいないと言っても過言ではないくらい人気のシリーズですね。また映画版危ないデカにも出演されています。2. 秀吉。秀吉は1996年1月7日から12月22日にかけて NHK で放送された大河ドラマです。豊臣秀吉の生涯を描いた物語で、中村あずささんはお松役を演じて話題になりました。3. 暴れん坊将軍。こちらも大人気のドラマシリーズですね。1993年7月から1998年3月まで放送されていました。中村あずささんは彦根藩主井伊直信の娘、鶴姫役を演じました。この作品出演後、中村さんは芸能界を引退されています。中村あずささんの CM 出演作品は？当時人気の高かった中村さんは、一時期7社との CM 契約を結んでいました。その中からいくつか紹介したいと思います。1. エステデミロード。藤谷美紀さんとの共演が話題になりましたね。2. 山崎サンロイヤルブレッド。中村あずささんの爽やかでフレッシュな笑顔が印象的な CM になっています。3. 日本選手権競輪。年代問わず人気だった中村さんは、競輪市町村にも人気を博しており、CM の起用につながったようです。4. オリコグループ。1993年に放送されました。5. ユニチャーム、ソフィー・サラヨル・おやすみよう。1989年に出演されています。
中村あずささんが芸能界を引退した理由は？当時人気を博していた中村さんですが、なぜ芸能界を引退されたのでしょうか？1997年に実業家の男性と婚約し、1998年3月にマスコミに結婚を発表。事務所との契約終了後、芸能界を引退となりました。当時のマスコミに発表されたコメントでは、仕事と家庭を両立できるほど器用じゃないので、家庭に専念すると話されています。祝福の声は多かったのですが、人気絶頂中のタイミングでの引退だったため、ファンはもちろん芸能界からも惜しむ声が多かったようです。中村あずささんの夫は？そんな中村あずささんの夫はどんな人なのでしょうか。旦那さんのお名前は吉塚さんといい、株式会社吉塚精機という会社の社長さんだそうです。神奈川県川崎市のプレス機器メーカーの社長さんということで、中村さんは社長夫人というわけです。お付き合いされていた当時のデートでは、ドライバー付きの車で有名料亭を訪れる場面が何度も目撃されていました。ドライバー付きの車とは社長なだけあって、私たちとはレベルが違いますね。芸能界引退後の生活は？結婚を機に芸能界を引退された中村さん。引退時に家庭に専念されるとおっしゃっていたように、引退されてからはメディアへの出演はされていません。また、1999年に女の子を出産されていますので、子育てに奮闘されていたようですね。中村あずささんの不倫報道の真実は？中村あずささんがまだ女優をされていた頃、不倫報道が出されたことがありました。気になるその真実について調べてみました。中村あずささんの不倫相手は、橋爪淳さんという噂。当時、ドラマで共演していた俳優の橋爪淳さんとの密会デートがスクープされ、女優としても清純なイメージのあった中村さんの不倫スクープは世間を賑わせました。橋爪さんは当時ご結婚されていたことから大きな非難を呼び、後日二人で記者会見を開くことになります。その時お二人は、二人だけではなく、スタッフを含めた4人で部屋の明かりを消してゲームをしていたと弁明しています。明らかに怪しい弁解ですが、二人きりではない、不倫関係はないと否定し続けました。しかしこの報道があってからも女優業は続けられており、お嫁さんにしたいランキングにもランクインされていたのですから、当時どれだけ世間の好感度が高かったのかが伺えますね。不倫報道後の夫との関係は？この報道が上がったのはご結婚される前です。当時大きく報道されていたので、旦那さんもご存知だと思います。その上でご結婚されているので、旦那様の愛の深さと、懐の大きさもあってのご結婚だったのではないかと思います。中村あずささんの芸能界復帰の可能性は？現段階では復帰されるという発表は出ていません。娘さんも成人されており、子育てもだいぶ落ち着いてきた頃でしょう。当時から人気、好感度の高かった中村あずささん。今後、復帰のニュースを期待してみてもいいかもしれませんね。夫の会社でスパイ事件？引退されてから表舞台に名前が出てこなかった中村あずささんですが、2012年頃、意外な形で
その名前が報道されたことがありました。川崎市のプレス機器メーカーの元社員の男2人が、企業機密の図面データを不正コピーし、中国企業に渡していたという事件が起こりました。この会社こそが旦那さんの会社だったのです。旦那さんは対応に追われ、ご多忙だったことでしょう。そんな旦那さんを彼女はサポートされていたのでしょうね。才色兼備で聡明な女性だった中村あずささんは、幅広い世代に人気でマルチに活躍されていました。常にお嫁さんにしたいランキングの上位にいた彼女は、人気絶頂期に結婚、引退され、旦那さん、娘さんと幸せな家庭を築かれているようです。もし芸能界に復帰されることがあれば、応援したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。